にちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はランサーエボリューション6&6展望をお送りします。 WRC で勝つために誕生したランサーエボリューションランエボ5ではワイドボディ化によって3ナンバーサイズとなり、また名機 4G63 のさらなる熟成によって戦闘力がより引き上げられました。そのランエボ5の後継モデルが1999年に登場したランエボ6です。ランエボ6はランエボ第2世代の最後のモデルとなります。ボディサイズは先代のエボ5と全く同じですが、 WRC のレギュレーション変更に対応させながら空力性能と冷却性能の向上による信頼性のアップを図る改良が施されました。外観的にはフロントリフトアップ抑制のためにナンバープレート位置変更、フロントバンパーにオイルクーラーベンチレーターやエアブロダクトの増設、ホグランプの小型化、ウィッカー型輪郭可変ツインリアスポイラーの採用などが主な変更点です。しかし、この中のリアウィングを2段化したツインリアスポイラーは WRC ではケチがつきました。この2段ウィングはグループ A 規定には問題なく適合していました。ですが WR カー規定では禁止だからという理由で使用することは禁止されたのでした。よって実戦では下段ウィングとトランクの間の隙間をカーボンケブラーで塞ぎ、上段ウィングのみが機能する形で走らせていました。また足回りは先代のエボ5の固めのサスセッティングが街乗りには不向きであるということでソフトな味付けに変わりました。しかしこれだと逆に競技には向かず、全日本ラリーなどではエボ5に勝てないという訴え化を引き起こすというジレンマを抱えていました。一方 WRC では1998年に初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得、1996年から1999年にはトミー・マキネン選手が4年連続ドライバーズタイトルを獲得するなどまさに黄金期。そんな中2000年に登場したのがランエボ6トミー・マキネンエディション、いわゆるエボ 6.5 です。もともとホモロゲーション取得のためのスペシャルなマシンがランエボですが、このトミー・マキネンエディションはありがちな記念モデルではなく、内容的にはマイナーチェンジに近いほど手が加えられました。 WRC を彷彿とさせる専用カラーリングと専用インテリアだけにとどまらず、ターマックでの走行を念頭にエンジンとハンドリングを新たに専用チューニング、車高を 10mm ダウン、フロントストラットバーの装着やステアリングのクイック化などが施され、さらに空力性能を向上させた専用フロントバンパーを装着するガチ仕様。エンジンでは新型のハイレスポンスチタンアルミ合金ターボチャージャー採用により中低速トルクとレスポンスの向上が図られました。出力などの動力性能での大きな変更点はありませんでしたが、完成度は確実に上がりました。 WRC においては2001年シーズンは第1戦モンテカルロ、第3戦ポルトガル、第8戦サファリで優勝しましたが、セリアベースの WR カーへの移行に伴い市販のランエボをベースにしたワークスマシンの系譜は終焉を迎えることになりました。第2世代のランエボの完成形であり、三菱ワークス最後のチャンピオンズカーとなったランエボ6、そしてそのスペシャルモデルであるランエボ6.5。それでは今や伝説となったこの2台のストリート全開走行をご覧いただくことにいたしましょう。 HKS 関西エボ6、 G-Force エボ6.5の走りを2台続けてまとめてどうぞ。三菱ランサーエボリューション。1992年のランエボ1のデビュー以来、2、3、4とユーザーの熱い支持に支えられ、着実に進化を続けたランサーエボリューション。ハイパワーコンパクトセダン 4WD の元祖である。最新モデルは2005年にデビューした9、可変バルタイ機構を装備したシリーズ最強のエボである。足がこれよく曲がる、トラクションかかるし、この5000回転付近の感じ、すごく、だからターボというよりも NA っぽいですよね。ほとんどでも3速でいけちゃいますよね、このタービンの回り方。やっぱりすごいね、これダンパーいいね。まあストリートでもサーキットでもいいんじゃないかな、これだったら。かなり、よく仕上がってますね。とにかく
峠も打ってきてこんなにグリップがいいのかっていうぐらい4輪の接地感硬いんだけど乗り心地が悪くないっていうこの足回りスキーローンがして結構車もワンダっぽいんですけどもそれをパワーとこのランサー特有の 4WD の特性で無理やり車を引っ張り出して押し出しちゃうっていう感じこれがこのエボ6の特徴なのかなって感じですエボ 6.5 踏み巻き仕様でまたものすごい程度良くないですかこれこれねもう本当に多分ねフルオリジナルでなんかねいろいろ結構チューニングしてるらしいんですよもうちょっと古いんですけど実際どうなのかインプレッション行ってみたいと思いますおなんか懐かしいですねこの感じが G4 さんのエボ 6.5 トミーマキネンバーグですけどもこれじゃじゃうますよこれ見た目ねほぼノーマルチックなんですよこのエボ実際走り出すとこの何モルクの太さが半端じゃないっすねこれこの上というか中間トルクすげえ高回転でのウエストゲートの開いた音っていうのがまたこれチューニングカーっぽくてねすげえないい音するしなこれやばいこれ変な汗かいちゃうぐらい暴力的な加速するんだけど舐めてた4000ぐらいからパワーバンド入った時にはもうゲートの音を開きっぱなしあっという間に7000ぐらいまで回っちゃうんだもうこういうところじゃ全開できないすげえ楽しかったずるいこんなにパワーあるって言ってなかったじゃんこれやばくないですか結構普通ですけどねたざざどれ普通なのこれタイムアタック号のああいうのもすごい活かされてるのかなっていうのがもうすごい体感できてさすが G-Force だなっていうのがね改めて思いました暴力的な加速感素早いコーナリングまさにこれぞランエボという走りでしたそのスタイリングその走りは今見ても超絶かっこいいですねハイパワーターボプラス 4WD この条件にあらずんば車にあらずそういうのもわかるような気がしますあなたはどう感じましたかいかがでしたか今回はランサーエボリューション6 and 6.5 をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。